こんにちは、マッキーオンサムヘルマット丸山でございます。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はですね、ちょっとお知らせがありまして、回しております。4月からですね、このチャンネル、FAHM チャンネルってなってましたけど、チャンネル名を変更しようと思います。なんでこういう名前だったのかっていうところと、何を思って新しい名前にしようとしたのかっていうところをちょっと話したいなと思います。もともとですね、まあいつも頭にねフルで言ってますけど、ファッキンオーサムヘルマットっていうね名前でやってますけど、もともとバンド名というか、バンドじゃなくて全部一人でやるなんかソロユニット的なやつの名前何にしようかなと思って、ファッキンオーサムヘルマットっていうね名前だったんですけど、まあ意味は特にないんですけど、なんかとりあえずめちゃめちゃ頭悪い名前にしたいなと思って、つけた名前だったんですね。去年ちょうど1年前ぐらい、去年の4月ぐらいに、なんかこの名前ちょっとなんか、なんでしょうね、なんか呼びづらいなっていうね、なんかなんて呼んでいいのかいまいちわかんないっていうのがねあるなと思ってて、どういう名前にしようかなっていうのと、いつ変えようかなっていうのをずっと考えてたんですけど、あ、これがいいんじゃないかっていうのが思いついたんで、とりあえずこれにしようと思って、で、まあいつにしようかなっていうね、僕も名前変えるタイミングっていまいちねつかみづらいんでね、そういうところでね迷ってたんですけど、まあ4月新年度っていうことで、まあそのタイミングかなと思って、変えますっていう感じですね。はい、変えるのは変えるんですけど、あんまりね、なんだろう、そんな大きくは変えないっていうか、なんだろう、適当につけた名前ですけど、なんとなくこの名前まるまる変えちゃうと、なんか信念がまるまる変わっちゃう気がして、なんかやだなっていうのもありながらも、でもファックってついてんのやっぱ良くないよなとも思いながらもやってまして、でその折り合いをねどうしようかなっていうところでやってたんですけど、まあ、あ、これでいいかなと思って、新しい名前考えました。その名もですね、 FAHM スタジオですねあんま変わんねえじゃんって感じなんですけど、なんかそれで略称をつけた方がいいかなと思って、 FAHM スタジオ、改めまして F スタっていうね名前でやっていこうかなと思います。まあ新年は変えずに、このなんでしょう、もうちょっと呼びやすさ、なんかあまりにもアングラすぎたんで、この今までの名前がね、はい、なんでもうちょっとね、この親しみやすさと呼びやすさをもうちょっと考えまして、 F スタっていうね感じで呼んでもらえればいいかなと思います。スタジオってなんかなんでしょう、まあ映画もね、ユニバーサルスタジオとか、なんかスタジオで撮るものだし、何々スタジオっていうね制作会社も結構あるっていうのと、あとは音楽ですね、音楽もレコーディングもスタジオで撮るし、練習もスタジオで入るしっていうところで、音楽も映画も共通して使ってる言葉かなと思いまして、まあそういう感じがあってスタジオってつけようかなと思いましたね。はい、あと単純にカタカナで F スターって検索して誰も出てこなかったんで、あ、じゃあこれでいけるかなと思って、そういうところもあります。新しいロゴもね作ったんで、バンと出てるかな、多分ここに出てると思うんですけど、新しいロゴもね作りました。はい、まあほぼ変わってないけどはい、まあそんな変わんないけど、もうちょいポップさをね出していこうというか、まあ、もうちょい親しみやすさをね持っていこうかなという感じで、今後も変わらずですけど、まあもうちょいポップさを意識しながらもねやっていこうかなと思います。まあそんな感じですね。はい、という感じで、4月からね新年度もよろしくお願いしますという感じでございます。多分これここまで見てる人は多分さすがにもうチャンネル登録してくれてると思うんですけど、チャンネル登録と高評価よければお願いいたしますという感じで、それじゃあまたお願いします。